えー、ビッグマルさん。えー、まあプロ野球の方も、えー、ビッグマルさん。え草、ー、野球の方も、まあ盛り上がってますけど、まあプロ野球の方もですね、えー、クライマックスシリーズ、今、あのー、始まりまして、えー、セリーグは、えー、広島東洋カープが、えー、3位から、えー、1位読売ジャイアンツへの挑戦権を、まあ阪神への、まあ えー、ビッグマルさん。はい。えー、まあ、草野球の方は盛り上がってますが、えー、プロ野球の方もですね、えー、まあ、クライマックスシリーズ。これ、開幕しまして、えー、クライマックスシリーズ第1ステージ。えー、まあ、セ・リーグの方は、まあ、広島と阪神ということで、えー、まあ、2阪神、3広島ということで、 だったんですけど、まあ、大方の予想では、まあ、あの、終盤勢いのあった広島が有利なんじゃないかということで、まあ、始まったわけですけど、まあ、結局、まあ、2連勝という形で、え広島が、まあ、2連、え1、ー、ジャイアンツへの、まあ、挑戦権を得たという形になったわけですけど、その辺、ちょっとビッグ村さんど、どのように思われますか そうですね。ええー、まあ、うん。まあ、私も予想してました。そういうふうに。ええ。阪神には勝ち目がないんだろうと。ええ。まあ、先発、投手も、中継ぎも、ええ、抑えも、どれもかも中途半端なもんでね。えこれは無理だろうと。まあ、打線もまあ、品打線ですから、 まあ、うん。まあ、広島の、まあ、安定した、まあ、先発ピッチャー。ええー、まあ。あと、まあ、ここ、終盤のこの打線の勢いとか、まあ、そういうものを考えると、当然の結果だったんじゃないでしょうかね。あなるほど。ええー、それではパリーグの方なんですけど、ええー、今日、ええー、ロッテがですね、 えー、まあ1対4で勝ちまして、えー、まあ2勝1敗で、えー、楽天への挑戦権を得たという形なんですけど、ビッグモラさん、その辺はどう思われますかうーん、まあそうですね、このセーブとロッテはちょっと、まあわからない部分が非常にあって。 で、まあ、一試合目、二試合目、非常にこう、大量得点でお互い勝ちましてですね。え三、ーまあ、戦目は接戦になるだろうと思ったら、まあ、まさしくその通り接戦になったわけです。えー、しかし、ま、セーブは、ま、ここというところで弱いなと。まあ、終盤の勢い。あれが本当無駄だったという感じじゃないでしょうか。 結局3位ロッテが、えー、まあ、に位セーブを飲んだということですから、まあ、といってもセーブは、ちょっと前まで4位にいって、えー、ソフトバンクを、えー、抜いて、さらには、まあ、もう2位はもうほぼ確定してるであろうロッテをもうものすごい連勝で抜いて、えー、まあ、行ったわけですから、えー、これで、 勝てない理由がちょっとよく分かりませんね。なんでなんでしょうね、クライマックスシリーズっていうのは。えー、しかもです,、ねあのー、ですね、私がちょっとおかしいと思うのはですね、えー、まあ1位にはまあアドバンテージ1勝と、ホームゲーム、まあ、もちろんホームゲーム、全社ホームゲームでやるということなんですけど、えー、まあこれもおかしいんですけど、まあ、たった1勝かと。 <laughs> だったら、あのー、その、負けたチームがですねあ、負けたチームというか、まあ、挑戦してきた、まあ、セカンドステージを勝ち上がってきたチームが、えー、まあ、その、あれですようん、最終ステージで、先に勝ったら1勝1敗、ぱい五分に戻っちゃうわけですよね。<laughs> そうなったら、 場合にですね、これ、ま、日本シリーズで考えると1、一、一勝ぱ敗っていうのは、まあ、あもう五分五分で、まあ、一勝二敗になったとしても、まあ、次勝てば二勝二敗だと。え、まあ、一勝三敗になったとしても、次勝てば二勝三敗だということでですね。え、まあ、ちょっとこのアドバンテージ一勝っていうのがちょっとおかしいですよ。あの、しかもゲーム差相当つけてますからね。 えー、セモパモも。なのになんなんでしょうこの制度は。えー、6球団しかないんですよセモパも。えー、これおかしいでしょう確実に。えー、何を考えてるんでしょうかね本当に。ああ、なるほど。えー、ではまあ、まあ、ルールなのでまあ、仕方ないんですけど、このルールを作った人がちょっと、えー、 どうかしてるまあ、金のことしか考えてないってことですよ。ま、う、あ、ん、まあ、うんまあ、そういうもんでしょうね。えプロですから。えっプロですからって言うけど、まあ、選手はかわいそうですよ。優勝したのにね、日本シリーズいけない。日本シリーズで、まあ、日本一になれないと。これは何のために優勝したんだってなるでしょ結局は。 今まで,しあのそうでしょ優勝して、えー、クライマックスで負けて、えー、日本シリーズ行けなければ、何のためにリーグ優勝したんだっていう、そういう雰囲気しかなかったじゃないですか。結局は日本一になったチームが、えー、本当の、えー、チャンピオンと。えー、そういうことでしょこの、だからクライマックスがおかしいってことです。 あなるほど。えー、まあ、じゃあセ・リーグの方にもう一回、あのー、三久村さん、あの、クライマックス、広島対巨人ということなんですけど、えー、予想の方お願いします。あまあ、予想というか、まあ、読み売りが、まあ、間違いなく勝つんですけど、えー、まあ、私は読み売りが好きじゃないので、あ、そうなんですか。